はい、皆さんこんにちは。カンボジア不動産チャンネルのジェット谷です。私たちのカンボジアプロジェクトジェタトゥーコンドミニアム43階建ての、ね、朝の模様です。はい、朝は私ね、毎朝朝トレしております。はい、軽くですけどもね、汗かいてね、体と頭目を覚ましてからね、仕事に取り組んでおります。はい、この日はね、銀行が行ってきましたね。カンボジアね、同じ銀行ではね、振込手数料かからないんですけど、他行になるとね、ちょっとの金額でもね、すぐね、満タンのお金が飛んでね、バカバカしいのでね、銀行に行ってきました。だけどね、それでも2時間ぐらいかかるんで、時間の無駄ですよね。はい、足場がだいぶ取れてきました。はい、建設現場に行きましたので、いろんな贈り物が届いておりました。よくね、私の、好みが分かって、こんだけ送ってくれるなっていう形でね、聞きますとね、結構ね、社長がないですがみんな聞いてましたよっていうことで、ね、送ってきていただきます。ただ私の会社って、日本もカンボジアもね、贈り物禁止、もう必要ありませんっていうね、方針の会社なんですよ。そんなとこで気を回してくれるならね、仕事しっかりやってくれっていうのが、日本カンボジア、私の会社のね、私の仕事の方針です。はい、いつもね、映しております42階からのね、首都プノンペンの眺望です。はい、このね、澄み渡ったね、このドライシーズンのね、青い空の下のね、プノンペンはほんと綺麗ですよ。はい、私もね、思わずまたね、ドヤ顔しております。はい、でも本当にね、高い建物がね、立ち並びます。もっともっと建っていくと思います。はい、建設、確認の数がね、もうすごい数が出ておりますからね。はい、私の建物ね、ほんと小さくなってくると思います。だけどね、こんな中でね、プレイヤーとして私も頑張れているところはね、本当に誇らしく思います。はい、三菱のエレベーターです。納期がね、6ヶ月遅れます。何バカなこと言ってんだよっていうこと言ったんですけどね、きっちりね、施工班を増やしてやってくれます。はい、でもね、現場の人たちはね、いや、そんなの全然遅れませんよってね、いう形でね、はい、現場の子たちはしっかりしてるので、ね、安心しておりますね。危険な仕事ですけどね、きっちりやってくれます。はい、さすがね、三菱さんです。はい、三菱のね、担当者どうだったかな、現場はね、きっちりしております。はい、感謝しております。はい、施工にね、納期ね、間に合わせてくれます。こちら41階のインナープールのとこです。はい、足場ね、どんどん外しております。2月初めにはね、全部外れております。はい、ジェイタワトゥーの近くにね、首都プノンペンではね、何店舗か経営して有名なね、安売りのね、リカーショップがあります。ここでね、私今日お酒を買いに行きました。はい、今日ね、スタッフたちとね、年末のパーティーをするということでね、ちょっとプレゼントでね、何個かね、お酒をね、買いに来たんです。お酒とあんまり分かんないんですけどね、これは分かります。私のね、地元の兵庫県明石のね、お酒なんです。映画島っていうところで作ってるんですけどね、今これ世界的にすごい人気があるんですよね。はい、でこちらね、お花プレゼントするんで、いつもね、1995で、最近でちょっとしたことありました。新人の子にね、私ね、花、バラの花一つだけって言ったらね、バカにし腐ってね、全然私のやつやらないですよ。そこにね、女の社長が帰ってきて、あ、社長お世話になりますという感じで来てね、急にその女の子態度変わってですね、人見てそれダメだよねと思います。はい、でもね、1995の話は非常にいいです。はい、パーティーね、飲んで食べてね、雨外さない程度でね、みんなで楽しんでおります。はい、ジェータワー2コンドミニアム43階建てでね、ジェータワー1のね、24階スカイバーから見ております。ここでね、私から発表です。言葉は一言とね、ごめんなさい、僕もすぐ帰るんで、ここで挨拶しておきます。もうすぐ帰るのは、さっきの仕事でいろいろね、もうみんな怒りっぱなしだから、怒られてばっかりとね、おったら、ここは気分をね、楽しめないと、やっぱり帰ります。まずはもうね、最近ね、俺、浅井さんずっと怒ってる。はい、パープチョンペン、パンタイで、ジェーター、サウンテン、もう、ディナーもしょっちゅう怒ってる。はい、もう、ダファーズ、ディナー、ピンピン。レイさん怒って、怒ったから声が出た。はい、来た時は考えと言って、レイが頑張っておる。で、シンさんと、カメラは今日見てくれて、めちゃめちゃ怒ったし。はい、ポイント、ダラは、アホかお前だって感じ、昨日ミスで。はい、まあ、せいやに、夜中じゃすごくあかんぞって。はい、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ、よくランコンとな感じだったんで、だからもうね、僕が顔見たらね、気分は楽しめないところでさっき帰ります。はい、簡単に言います。今年1年というかね、ほぼ2年間ね、もうみんなでよく頑張れたと思います。はい、スタッフからと、アパートの方からね、コロナ感染が出なかったんで、もうこれはもう大成功だと思います。はい、だから風船師匠が言う通りね、コロナはもう終わったけども、最後のコロナで、オミクロンだけは一番下に、あと3ヶ月ぐらい頑張ります。はい、もう一点。それで最後に、1年間ね、4人でちょっと僕の方からね、賞を渡します。これ賞だけどね、はい、これはリナさん、リナさん、何の賞か、何の賞かというなら、靴も置
怒られてばかりでしょ。そういう時にお腹に赤ちゃんができたはい、お姉さんとはラッパンベンベンベンで会えます。次、浅井さん。浅井さんはもう70歳で、もうじき死にそうだそうです。であの偶然やけど、これ僕 の、 あの日本でのブロウィンのお酒なんですよ。これすごい高級で、今世界中に人気があってね、カンボジアですね、すごい高い。ただこれ非常に高級なお酒がみんなで飲んでるよ。それから次はメンディアスのカレン、はい、あの12月で仕事をあの辞めるんで日高の方に帰るみたいな。はい、はい。そしてね、4人目ね、どっかに行ってました。本当ね、なんだよっていう感じですね。はい。私ね、もう厳しくね、怒ること非常に多いですけどもね、先日スタッフにね、伝えましたね。仕事はね、楽しくね、やることだと、それがね、一番だと思います。はい。以上ね、カンボジア不動産チャンネル、これで終了いたします。次回更新お待ちください。吉川チャンネルを登録、高評価お願いします。本日もご清聴ありがとうございました。ジェータワー2のね、ヘリポートのところにライトをね、つけてね、試してみました。